スパヤ人。なんかめちゃくちゃイケメンじゃないんだよな。クサヤ人とクッパ足すとクソイケメンになるってことが分かりました。ちゃんと火吐いたりもできるのかな。歯の裏黒そう。よくわからないカオス。ピース一応一回のセカラゴールということで、このピース、どういうけた？あ、こいつらがなんかアイテム投げてくるから、それでこのブロック倒せ。アイテムどこ？ちょっと待って、こいつらアイテム投げねえじゃねえか。誰か一人でもいいアイテムくれ。アイテムだって、アイテム。アイテム、アイテム、こ、起こせやな、アイテム。待って、ね、アイテム、アイテム。嘘でしょ？どうやってこのブロック壊さない？しかもなんかね、ピース一がもう一つ隠れてんのかなと思ったけど、条件がさ、すべて一回って書いてあったことは、あそこの1個しか存在しないってことよ。っていうことだ。わかった。どっかにキノコかアイテムか隠しろ隠れてんだわ。よくね、ゴールの上のところにね、ブロックが重なってるとか、そういう感じのコースが、あはは、床の方。まさかの床の方やけ。なんとかうまくあのメッドちゃんをここに誘導すればいいってことでしょ。ここら辺、このブラパ置くな。そこにブラパ置かれるともうそっち行けねえじゃねえ。右ー。はい、ブラパ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 、メット、メット、メット、ブラパー。マジでむずいぞ。ブラパ、ブラパからのメット、オッケー、ナイス。これで、こう、うわ、完璧。完璧で、このまま。よし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 。で、ピースイッチ押しましての、はい、ゴールありがとう、センキュー。サージンチャンネル。この葉でカロンを踏んで倒して、この葉でカロンを倒す高速でやってきたと思ったけど、15体倒してからゴール。オッケー、何これ。あ、飛んでいけってことか。こういう感じで飛んでいきまして、くるくるして、くるくるじゃねえや。ピヨピヨしまして、ピヨピヨでもねえ。ちょっと待って待って。効果音がわからん。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。なんてやいんだ。まあ、くるくるで、あー、誰か尻尾マリオのオノマトペ教えてくれ。あ、ちょっと待って、もう飛べなくなっちゃったんですけど。大丈夫か、この、残りカスでなんとか。あ、見えない見えない見えない。倒したんだよね。今倒したんだよね。今倒せないで、俺どこ開いた。俺これやり方合ってんのかな。普通に難しいんだよ。あ、ちょ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 、あ、でもこのままずっとこれでやっていけばなんとかいける気がする。オッケー、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 なんかこういうコースなのかな。なんか俺やり方間違ってる気がするけど、一回、まあいいや。一回も踏まなくてもいけるんで、そのままずっとくるくる連打してってさ、ただに、オッケー、カロン見つかったらそいつの方向に行ってって、そいつ倒せばいいだけみたいな、そういう感じのコースですかね。オッケー、でも残り順に、オッケー、オッケー、オッケー、あ、これで最後だね。はい、ごめんねー。はい、死にまーす。わかった、これさ、途中途中カロンをね、踏みながらさ、進んでいかないとね、このタヌキのね、飛ぶモーションがなくなっちゃうんだよ。気づかなかったか、概要欄にさ、書いてあったんだけど、草地ちゃんとそういうの読まねえから。下手くそかバカ誰かということで、これで倒して、これで飛んでっての、はい、これで終わりってことやね。土管に入りまして、表目に行きましたら、はい、ゴールありがとう、センキュー。サージンチャンネル。絶対にクッパのコインを盗んじゃダメ。コイン禁止高速でクッパのコインちゃん奪い取ろうぜ。クッパのコインを盗んだら即終了高速でやってきたと思ったけど、これ全部クッパのコインだよな。落としすぎだろ、あいつ。ということで、せっかくやったら盗みまくろうぜ。オッケーオッケーオッケー、盗みまくろうぜ。オッケーオッケーオッケー、よし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 。いいね、なんかあいつ1円ばっかだな、しかし。もちろん50コインとかなんかさ、大金持っとけよ、お前。なんて、貧相なくせに、こうやってね、お金の管理ちゃんとしないからさ、で、貧乏なんだよ、クッパちゃん。うわ、ちょっと待って。ガボリーヌいんのかよ。で、ここは、しゃがみジャンプくる。だー！ちなみに、コインを取っちゃうと、取ったところがおそらくね、砲台が現れちゃって先に進めなくてクリアできないみたいな、そういう感じのコースだよな。はい、オッケー、しゃがみジャンプくれ。ここの扉に入ると、さっきみたいに砲台が現れずにクリアできると、でもね、この仕掛け初めて思いついたけど、マジで天才だよね。ここ急がないとね、ここでピースイッチがあるから、このピースイッチブロックより右側に来なきゃいけないんだけどさ、これね、多分コーダさんが多分、実況で動画で出して初めて有名になったと思うんだけど、初めて思いついた人ではないと思うんだよね。思いついたやつマジで天才じゃないか、この仕掛け。ということで扉に入りましたら、最後、お前かクッパがラスボスかと思ったら、お前ラスボスマジでいない。え、嘘でしょ。ってことはお前らもクッパの金狙ってんじゃないか。オッケーオッケーオッケー。クッパちゃんが最後にいるとかじゃねえ。クッパのコインって一応タイトルに書いてあったけどさ、どういうことね。クッパ全然関係なくないね、このままだと。ブンブンの金じゃねえか。え、これで、あ、これでもう一回こちらの扉に入りましたら、あ、オッケー、え、あー、こっちだよ、わかりつれ。すごいわかり、え、クッパいないかーい。サージンチャンネル。ドッスンと協力する40秒スピードラン。コイン130枚取ってからゴールということでやってきたと思います。ということで、こちらね、ドッスンと協力する40秒スピードランということなんだけど、あ、とりあえず俺ここでボヨンボヨンすればいい。じゃ、じゃ、オンスイッチ押さなきゃだな。バカ誰か、こいつ。はい、ということで、こちらオンスイッチ押してから左行ってて、この交流クルーンってからオンスイッチ押して、で、ここで Z、うわ、本当に協力してます。確かに死ぬ。なんかさ、
細かいなって、やることが細かいからなんか頭の中バグりそうになるんですけど、これこっちにね、あーここさ、ドスより先に早く行かなきゃいけないってことだよね。あーここ取んなきゃいけないので、ね、で、こう来て、で、と、あ、べべ、なんか、早くない君、だいぶ先行ってるんです。追いつかない、これ。無理無理無理だな。ZR! ここはダッシュダッシュ、急いで急いで行く、急いで行く、急いで行けば間に合うんだよね、そう言ったよねってことで、答えはでもね、まだ18枚なんですけど、残り15秒で、残り112分2枚も取れ、あ、なんかいっぱいあった、ありがとうございます。ここだ、ボヨンボヨンしてすぐに被ってこう行きます、上に行くのマスかな、え、そう。え、何どういうことどういうことあ、で、ここでボヨンボヨンしたらこっちに今度左側で、お前が倒してくれんのかよ、ありがとう。で、こっちに来て扉に入ったら多分下の場所に行きまして、で、下の場所行ったら多分1分に一気にコインが取れるから、これで、ゴールありがとうじゃないやっけ。今回めちゃくちゃ早く来てるよ。これで無理だったらもうマジで無理よ。これで扉に入りまして、これで右側にあと突っ走ればいいだけ。あ、ここしゃがみジャンプくるんで最後入ればよかったんかな。ゴールできんのかーい。草人チャンネル、俺の中の5種類の人格にコースを作ってもらって、はちゃめちゃコースってことで、なんかちょっと中二病くせえな。1、恋愛好き式めちゃラブ娘だな。だせえ。2、頭脳明晰インテリガリ弁。3、いたずら大好きグヘヘ男子。4、頭がエッチだらけの変態恥じるなお前。5、敵を蹴散らす闇の世界の住人。クソだせえタイトル。自分の中に眠る5種類の人格が作ったコースってことやってきたんだぜ。よくわかんないタイトル。まずはこちらね、こちらがね、恋愛好き式めちゃラブ娘ということでね、こちら恋愛好きそうな見た目してんな。ちょっと待って、あんまりトゲが多い。まあ確かに恋愛にはトゲがつきものって言いたいのかな。難しいです、普通に難しいですけどね。死んじゃう死んじゃう、オッケー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 。こっちルートで合ってんのか、これでいいのか。怖い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 、合ってるっぽいな、合ってるっぽいな。で、こう来まして、こっち、よし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 。恋愛で好き好き、めちゃラブ娘、これでクリアかな。これで中間を取りまして、まあ、もう一回スタート地点に戻ってきます。これで多分そういうことなの。戻ってきましたら次はね、頭脳明晰、インテリガリ弁ということで、こちらがガリ弁コースな、ガリ弁コース。4×6 だから64。64、オッケーオッケー。マリオとかけたね、64ってことかな。ということで、次が 78×12、2桁かける2桁来たよ。とりあえず、800以上だな、800以上。まあ、全部800以上、ちょっと待ってね。800、あ、でもこれ下の数だけ、だね。下の数だけだったら下の数だけ、あ、8だったから、28、6、一番下の桁が6だから、これだな。臭い味だと、臭いか臭いかと思ったら、臭ろってなんだお前。臭い味の臭いとかけてるかと思ったら全然かけないんかいってことで、オッケー、これで土管に入りますが、次がね、いたずら大好きグヘヘ男子、よくわかんねえ。いたずら大好きグヘヘ男子ちゃんのコースやっていきたいと思いますよ。あ、グヘヘってるな、上の子が顔が。あ、これ何アイテム禁止コースか。うわ、これ多分さ、トロールコースってことだ。そうだよね。あれ下取り行ったら多分隠しブロックあると思うんだよね。これは行っていいよ。隠しブロックが真ん中あたりにあるから端っこぐらいからジャンプしていけばオッケー。よし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 、これで合ってるよね。で、上飛んで、はい、ありがとうでかい。こちらの土管に入りましたら、死ぬんかーい。ここで待ってると、このブロックが壊れるとかではねえのかな。あ、隠し、あ、オッケーオッケーオッケー。隠しブロックがあるのね。了解了解。ってことで、よく見つけたな、今、俺よ。ってことで、ボムちゃんが爆発するまで、ここで待ちまして、右側に行くと、これで多分終わりだと思うんだよね。扉に入りましたら、はい、ありがとうということで、これで3つ目、まあ、いや、最初の2つで、ね、後から回収しようと思ってね、最初の2つ取ってねえけどな、ということで。いや、でもね、これで4つ目の、人格に行くけども、やっぱりね、こういうことあるよね。特に中学生ぐらいの時はね、これが確か、いたずら大好きじゃねえや。これはね、エッチ大好き少年だっけな。なんかそんな感じだよね。そんな感じでエッチばっかり書いてあるな。いけ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 。やっぱりね、その思春期の頃ってね、こうね、いろんな人格を、頭の中に飼ってることあるよね。よくあるよくある。この制作者もね、多分まだ心は思春期なんだろうな。エッチとかお前、しょうもね、小学生が考えそうな下ネタだな。オッケーオッケーオッケー。ここでこっち行きましたら、とりあえずボヨヨン捨て、こっちでいいか、ボヨヨン。うん。なんかあんまり、ティンティンかな、これは。すっごい可愛らしいエッチなことしか考えてねえな、お前よ。ということで、これで、わいわい、押しちゃった。あそこ隠しブロック押しちゃった。まあいいや、とりあえずこっち側に行きまして、最後のやつ見たら、あとでもう一回やり直したわ、ということで、せっかくだったらこのまま続いていきまして、一番最後のこちらが、敵を蹴散らす闇の、世界の10年、中肉性中肉性な、しかし。あ、ただこれいっぱい敵を倒せるよ、コースで。しょうもな。くそしょうもねえじゃねえかよ。で、あ、
墓場がいっぱいです。敵たちの墓場がここにいっぱいありますよと。でこれで扉に入りましたら、はい、ということでこれでもう一回二つ、残り二つ集めていきます。はい、ということで全て5枚集まりました。鍵をゲットしましたら、これで多分鍵扉に入ってこれで終わりだと思うんだよな。はい、どうだ。はい、ありがとう、センキュー、バンザイしてる、かわいい。また